ももちのチャンネル。こんにちの。こんにちの。今回の動画は、フォーエバー21でいっぱい衣装を買ってみました、それの試着をしてみようという動画です。パチパチ。今回フォーエバー21でなぜ私が衣装をたくさん買ったかというと、撮影会などで衣装をたくさん使うんですけど、最近ネタが尽きてきたなっていう風に思い始めて、で人生で2度目のフォーエバー21に行ってきました。1回目は10年近く前かな、フォーエバー21が日本にやってきて初めの頃に1回ぐらい行ったんですけど、ちょっとデザインがアメリカンすぎて私服にはちょっと向かないのかなみたいな印象があって、それであまり買うことなく初めての来店が終わってしまったんですけど、久しぶりに行ってみたらすごいいい衣装がいっぱいあって、なんと2万5900円分という高額な買い物をしてしまいました。でもたくさんいい衣装買ったと思うのでぜひ見てほしいです。はい、買ってきたものがこちらで、袋が破れてた買ってきたものがこちらです。こんなに大量です。パンパンに買っちゃいました。では早速ですが中身を着てみたいと思います。では早速着ちゃいました。まずは2着一緒に着てみました。上のトップスが S サイズで1790円で、下が M サイズで2290円です。どうでしょうか、結構ピチパツでいい感じだと思うんですけど、これなら普通に撮影会とかじゃないタイミングでも着やすいかなと思って、上にカーディガンとか羽織ればみたいな感じで買ってみてます。ちょっとでもピチパツすぎたかな、どうなんだろう。じゃあちょっとこれと迷って結局買ってしまったこのスカートのちょっとスタイルが違うものがあるので、それも着替えてみます。はい、着替えてみました。下だけどうでしょうか、ミニスカでサイズは L にしてみました。下のスカートだけですけど1790円です。いい感じです。でもちょっと近いのであんまりこう普通に職場でご飯誘われていくとかの時には派手すぎかなって感じですかね。どうだろう、ありでしょうか。では、あ、ちょっとお腹出ちゃった、はい、では早速またどんどん次行っちゃいます。あ、次は部屋着どうでしょうか。このふざけたイチゴめちゃめちゃ可愛くないですか。サイズは M サイズですが結構大きめです。余ります。でもこのゆるさが可愛いですね。あ、ちょっとヒール側のことからつま先立ちしないと、はい、こんな感じです。いちご柄、いちご柄です。で、サイズは M サイズで
1490円でこのセットアップです。上と下両方とも可愛いです。ふざけた可愛い感じいいですね。なかなか日本のデザインじゃ見ないので、フォーエバー21ならではって感じがします。可愛い部屋着ロムみたいな写真集作りたくなります。足が短いのがバレるな。いかがでしたでしょうか。ちょっとこの感じのふざけた、なんだろう、このプリントが気に入っちゃったので、もう一着違うパターンのやつも買ってみました。ちょっと着替えてみます。次はキツネです。可愛いですよね、この色味。このショッキングなピンクと爽やかな水色がいい感じです。で、柄はこの狐が、なんだろう、フォー酒なのか、セイク、あのオタクの人がセイクを決めるみたいないうのをネオオタク用語の YouTube で見たんですけど、違うのかな、なんなんだろう。でも酒のためにって感じで書いてんのかな。そしてなぜか狐が複雑な表情をしている。このお尻の狐も全員複雑な表情をしていますでもこれは、さっきのとはワンサイズ下の S サイズを着てます。値段は変わらず1490円です。結構さっきよりピチピチ感があります。ワンサイズ下げただけなんですけど、トップスの印象が結構違いますね。このこう前と後ろのゆるゆる感が全然違います。ちょっとなんか着てて気になるのは、ここはまあ広めなのはデザインかなって思うんですけど、ここがちょっとなんかタルタル、なんかピュッてなっちゃうですよね。気になるけど、まあ、私はデザイン的には問題ないかなって感じ。あと意外とさっきのいちごのやつはホットパンツのこのリボンが緑で普通の綿の紐だったんですけど、これはなんかテロンとした感じのちょっと変わった布で、これとはこの布とも違う可愛いリボンっぽい布になってて、そこもまたワンポイントで可愛いです。はい、ちょっとポーズ。はい、こんな感じでした。はい、じゃあまたちょっとまたパターンの違うものを着てみようと思います。はい、はい、次はちょっとなんだろう、おとなしいモノトーンのコーデのワンピースです。結構ミニです。パンツまでこれぐらいしかない感じです。これはサイズが XL なんですが、実はこれ女児服なんです。子供服ね、どうしてもちょっと気になって子供服コーナーでこれを見つけちゃって、で試着したらギリいけたんですけど、なんとこう手を上げるとパンツが出そうな感じのサイズ感なんですよね。何回かこれで外出してしまったんで、ちょっとこれからは気をつけようと思います。あんまパンツ出しすぎないように気をつけます。
ね、これはちょっとタグを捨ててしまったので値段を忘れちゃったんですけど、2000円から3000円ぐらいで、女児服の L サイズか LL サイズ、多分 LL サイズです。それでもやっぱりちょっと丈が激短なので、どうだろう、普通に履いては歩けないかなって感じですかね。で、今回は女児服ということで、このヘアピンこれハートのヘアピンをお家にあったやつがあったんで合わせてみました。そしてこの靴下、ちょっとロリっぽい感じに合ってるかなと思って、ちょっとこれはこれとこれはフォーエバーのものじゃないんですけど、合わせてちょっと雰囲気作りというか、私が私服で合わせるならこんな感じかなと思ってロリっぽい印象にしてみました。どうでしょうか。結構上半身はピチピチめなんですけど、下がふわっと広がってて可愛い感じです。どうでしょうか。ちょっと背中のこのボタンが、肩が腕が硬い人はつけづらいかもしれないんですけど、私はギリギリできて、ちょっと肩幅が大人用じゃないので合ってないのか、もともとそういう仕様なのか、ちょっとここが引っ張られてるような感じはあるんですけど、でも、まあ、普通に大人の服でもこうこの穴のとこが、なんだろう、こんな形に伸びてるっぽくデザインされてるのはあるので、まあ、そういうものなのかなと思って着てます。満足してます。可愛いです。もっと本当は外に着ていきたいです。じゃあ、次はまたちょっと雰囲気変えていきます。はいはい、次はスポーツウェアです。どうでしょうか。この本当はこれセットアップなんです。グレーとグレーのスポブラがあって、それにこの1790円で XS のトップスをつけてます。で、これはもう元々おへそ出す専用のものなので、この丈で OK なんです。おしゃれですね。やっぱアメリカというか海外のブランドじゃないとこの丈あんまないですよね。まあスポーツウェアならあるのかもしれないけど、でこの値段でこういうデザインが手に入るのはフォーエバー21ぐらいかな、日本ではって感じがします。で、私的に押せるのはこの丈もそうなんですけど、このサムホールかな、あの親指入れるやつ、この萌え丈感がいいですよね。好きなんです。なんかこれができるのって腕がある程度長くないとできないじゃないですか。私腕がもともと長いんで、あんまりこういう萌え丈ができなかったんですけど、これがついてるやつは比較的しやすいのですごく重宝します。可愛いです。この感じ良くないですか。で、この下のグレーのスパッツは上のこのなんだろう、スポブラ的なもののセットアップになっています。ちょっとこれのあのお値段、タグがどっか行ってしまったのでごめんなさい。お値段とサイズが分かんないんですが、すごく着心地がいいです。なんか布一枚、薄い布一枚って感じで、すごく曲げ伸ばしもしやすいですし、本当はこの筋トレ動画とかでガンガン使っていきたい感じの素材ではあるんですけど、どうしてもちょっと今気づいてしまって、このパンツ透け問題どうしましょう。これどうすればいいんだろう。これさえ解決できれば次の筋トレ動画これで出たい
作りたいなって感じです。めちゃめちゃ透けてますね。やばくないですか？めっちゃわかる。悩ましい。でもすごく気持ちいいです。まあ指が透けるぐらいの薄さだけど、ね、一応これキャストオフしてみます。脱ぐとこんな感じです。このセットアップ、これも可愛いですよね。スポーティーな感じですごくいい感じです。ちょっとポーズ。パンツ透け問題。スポーツウェアもいろいろ可愛いのがあったのでゲットしてみたので他のも着てみようと思います。いきます。はい、はい、ちょっと下は脱がずにトップスだけ変えてみました。このまたもやこのおへそが出るタイプの丈感です。可愛いですよね。このなんだこの丈感とちょい出さな感じ。他にもなんかこのラインで同じようなこうもっと派手な虹とかいろいろあったんですけど、ちょっとシンプルにこの胸元だけのやつにしてみました。どうですかね。すごい可愛いです。フォーエバーのお洋服ってどうしてもいろんな国で売ってるので、いろんな国の言葉のタグとかがあったりするんですけど、すごい大量で切らないとムズムズ痒い感じがあるんですが、タグってもともと切ってもいいものだし、切るために作ってるみたいなところもあるっぽい表記もあるので、なのでこういう薄いやつのここが痒いとかをガンガン切っちゃう、ちょっとはみ出ちゃってますけど切る予定です。いい感じですね。このサイズ感、これはS サイズで790円。とってもリーズナブルです。満足です。これかわいい。夏場とか海に行くのにこれとあのジーンズのホットパンツとかで合わせたいですね。もう夏終わっちゃうけど、終わっちゃったのか、10月だから。でもかわいいです。また筋トレ動画とかにもガンガン使っていこうと思います。はい、じゃあ次いきます。はいはい、ちょっと我慢できずに冒頭のホットパンツと合わせてみました。夢のコラボ、やっぱ可愛い。なかなかちょっとおへそ出して外に出るのは勇気がいりますが、やっぱいいですね。この感じ可愛いです。かわいい。やっぱりこのピタッと感がコラボがいいですね。どうしてもホットパンツはお尻とお腹が私すごく空いちゃうので、ちょっとお腹の方がナボナボですけど、でもすごくいい感じです。かわいい。来年の夏勇気があればこれで外に出ていきたいと思います。じゃあ次いきます。はいはい、次はこのメタリックなスパッツと紫色のスポブラです。どうでしょう。
本当はこのメタリックのやつまさか買うと思ってなかったんですけど、あまりにもビカビカでちょっと動画というか照明当てたらどうなるんだろうって思ってついつい買っちゃいました。でもめちゃめちゃかっこいいですね。うん、買ってよかった。これが L サイズの1490円のスパッツ、こっちが M サイズの1490円のスポブラです。で、L サイズ買ってみたんですけど、ちょっと若干お腹が緩いかなって感じです。うん、さっき着たグレーのやつよりはちょっと股髪浅めっぽい感じなんですけど、ここが緩いかな。うん、スパッツ系を買うのに関しては結構しっかり伸びるので、なのであんまり L とか買わなくてもいいかもしれないです。私はお尻が104センチあるんですけど、ウエストは70ぐらいよりちょっと下とかぐらいなので、なのであんまり伸びるものの素材のお洋服に関してはS とか M でいいのかなって感じですかね。でトップスは逆に M、 んそっか、これも M とか S でちょうど良さそうな感じです。うん、すごくいい感じ、伸びもいいし、次の 筋トレ動画とか作るときはこれぜひ履いてやってみたいですね。ビカビカです、すごいいい感じです。うん、すごいですね。ピッチピチのピカピカです。でもなんか若干こう合わせるのが難しい感じで、無理やりこれもトップス合わせた感じがありますね。うん、どうでしょう。寄ってみよう。うん、でも買ってよかった、かっこいい。でももしかしたらさっき着た白いおへそ出るパーカーとか合わせてもいいかもしれないんで、ちょっと合わせてみます。ほい、はい、どうでしょうか。うん、いい感じ。やっぱこれ万能ですね、合わせやすい。うん、いい感じ。この上のダボット感と下のピッチリ感がすごくバランスがいい気がします。うん、次衣装合わせるときはこれかな。こういうの1個持ってると下のピチピチがなんか収まるので、こういうの1個持ってるとすごくいいかもしれないですね。うん、うん、迷いがなくなった感じがします。行きます。あ、次がちょっとスポーツウェアとは変わったネグリジェっぽいやつですかね。行きます。ほい、はい、次はネグリジェです。ちょっと本当はこれ公式の着方じゃ多分ないんですけど、これ XL を買ってしまってたので、なんか試着の時は良さげーって思ったんですけど、今着てみたらなんかダボダボっとしてて、こう収集がつかなくなったので、肩の紐本当は普通にこうまっすぐなんですけど、それを
クロスして着てみました。こんな感じ、わかるかな、こんな感じです。そうした方がキュッとここがなるので、胸元のダボダボ感がちょっと良くなるかなと思って着てみました。で、これがちょっとこれあのパンツ紐パンが出ちゃうんですけど、ここがすごい可愛いんですよ。このチャイナのボタン、もっと寄っちゃう、見てこれこれここがすごい可愛くって、このテロテロ感もすごいおしゃれで可愛いなと思って買っちゃいました。でもやっぱ XS とかでよかったな、ここ、こうやって縫ってピチッと置きたい、この後ろも縫ってピチッと置きたいって感じですね。うん、これは完全に私のミスなので、次は XS を着ます、買います。うん、でも可愛いな、このアレンジの方が私的には趣味に合ってます。うん、これはちょっと私のパンツなのでなんですけど、邪魔になっちゃうんですけど、でもすごく可愛いんです。このホットパンツというか、尻タブが出てる感じ、すごく可愛い。このツヤツヤ感すごく良い。そしてここをピッと着たい。やっぱ上はピタッと、下がゆるっとなる、またはその逆とか、ちょっとメリハリがあった方が私は好きなので、うん、ちょっと自分でアレンジしてみようかなと思います。ぬいぬいしようと思います。じゃあ次が最後の衣装です。じゃあちょっと着替えてみます。ほい、はい、これは最後の衣装です。ちょっと露出激しめなんですけど、これはよく考えたらフォーエバー21の先ほどまとめて買ったって言ってたやつとはまた別でネットで買ったやつでした。でもフォーエバー21には間違いないのでご紹介を。これは1490円で M サイズの、なんだろう、水着じゃないけどこういうレオタードです。実はちょっと後ろがこんな感じになってます。あんまり見せられないので、はい、ご想像にお任せします。でもすごくこのなんて言うんだろう、ベロア生地の感じが高級感あって、なんかこれでサンタさんとかしたら可愛くないですか。この衣装にふわふわつけたりして、ちょっと考えてみます。バニーサンタさんみたいな、クリスマスイベントとかあったらこれで着てみようかな、作ってみようかなと思います。うん、すごく可愛い。この肩紐のところでこの部分が長さが調整できるので、おっぱい大きい人でも私みたいにまあまあな人でもいい感じだと思います。このハイレグなんだけど前が安全な感じがすごくいいですね。ここ前が細すぎるのが最近ちょっと多い気がするので、後ろ T ハイレグでも前安全っていうのはちょっと貴重というかいい感じですね。そしてこの高級感素晴らしいです。よしよし、
ではこれで全てのフォーエバー21で買い物した衣装は終わりです。この動画がいいなと思ったらいいねボタンをお願いします。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。